ラグビー競技をしています金崎です。フィジカルのところだったりストレングスのところだったりっていうところにすごく課題を感じているので、参考にしていろいろ知識を得ていきたいと思います。自分がやってきたことっていうのはまず初日の座学で全部こう一気にこう覆されたというか、なんか本当に逆にそんな最初寒い中にいて体で適応していくのかなっていうのが不安だったんですけど、やっぱり今回少しその寒さっていうところで体をそこに慣れさせて、そこからまあ暖かくしてワップをして、どん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 その薄着になって試合っていうのを望む方がいいよっていうふうに座学で学んだ時に、今日やってみたら確かにその動き出してからなんか意外といけるし、意外とこっちの方が動くっていうのが自分の中ではすごく不思議で、やっぱ知識を知ってるかどうかでその本番でパフォーマンスを出したい時にっていうところで出せるか出せないか変わってくると思うので、今回すごく私はそれが一番大きかったかなと思います。